今週も楽しくおしゃれに。ゴルジョー当河北ゴルフクラブではプレーを楽しくするためにスコアの向上と同じくマナーとルールも学んでいただきたいと思っています。ゴルフ名言の中にゴルファーのポケットには常に謙虚の二文字が入っているという言葉があります。マナーとルールを学ぶことでもっとゴルフが好きになると思います。レッスンを担当するのはゴルフテック人気インストラクター吉田幸太郎プロです。さあ吉田プロ、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ前回の続きということですが、はいはい、セカンドショットを打って、乗らなくてちょっと左に行ってしまったのが今日の打つサードショットですけれども、ピンまでが30ヤードぐらいですかねという状況です。ここで、どういうふうな考え方で平井さん打てるか、うん、最初はちょっとまず見てみましょうか。はい、どういうこと考えて打ちました？砲台グリーンだったのでちょっとこうふわっと球を高く上げたいなと思って、このグリーン周りのこういうね傾斜が打ち上がっているからといって必ずしも自分の足元の傾斜がそれと伴って登ってるとは限らないです。平井さんが打とうとしてた場所はむしろ左足下がりなので、ここのグリーンの手前の傾斜に惑わされることなく、そこのボールに立つ手前でまあ、しっかりボールまで歩くときに全体の傾斜をしっかりと把握するってことが大事です。それでいうと、まあ、ピッチングっていうジャッジではなくサンドウェッジぐらいロフトが寝てるぐらいのクラブをジャッジして打った方が今の傾斜なんかはね良かったかもしれない。うまい、うまい、うまい。いや素晴らしいショットですよ。いかがでしたか？どうしてもグリーンの方ばっかり見てしまって上げないととか思ってたけど、やっぱこう自分の立ち位置、ボールがある位置をしっかり確認してクラブを選んでアプローチができたらなと思いました。それでは総括お願いします。はい、近くからだけじゃなくて遠くからも見てみてくださいね。それではゴルジョ、また来週。ゴルジョはゴルフダイジェストオンラインの提供でお送りしました。